今回の展覧会では昭和の画壇で活躍した洋画家東郷青児の初期から晩年に至る活動やその画業を旅というテーマを切り口にご紹介します。展覧会の冒頭は東郷が実際に使用していた旅行カバン、各国のパンフレット、画材やイーゼルの展示で始まります。また今回は若い頃から晩年に至るまでその時々の東郷の姿を50点ほどの写真やパネルで紹介しています。特に若い頃の写真は端正な顔立ちの東郷が自身の作品やアトリエとともに写っていて、その姿からは画家としての自信が感じられます。南仏風景と題されたこちらの作品は東郷がフランスに到着して約1年が経った1922年、ニースをはじめとする南仏で生活していた頃に描かれた作品です。手前に描かれた人物の背景には木々や建物が画面の中で積み重なるようにして描かれています。このように実際の風景に基づきながらも対象を幾何学的な形態に変換して堅牢な画面を構築するという方法はセザンヌに始まり、ピカソなどキュビスムへと至る当時の絵画様式からの影響が見て取れます。東郷は7年間の留学を終えて帰国した後、ヨーロッパで目にした様々な造形作品を自分の中で消化しながら独自の女性像の様式を確立していきます。青児美人というと統制風の衣服を着た都会的でモダンな女性像という印象ですが、こちらの舞は奈良の仏像に取材して描かれました。東郷独自のスタイルに加えて宗教彫刻の神秘性や異国のエキゾチズムに対する東郷の関心がうかがえます。
東郷が描いた数少ない男性像もご紹介しています。こちらの達尻の男と題された素描は、東郷が75歳の時にサハラ砂漠に行き、そこで生活をしているトゥアレグ族とテント生活を共にしていた時に描かれたものです。鼻筋の通った彫りの深い男性がふと遠方に視線を投げた一瞬の表情が、白いターバンの中に非常に印象的に捉えられています。東郷が世界を旅する中で集めた骨董品や彫刻など約15点と、東郷が75歳から取り組み始めた彫刻から2点のブロンズ像を展示しています。こういった収集品や彫刻からは、洗練された都会的な女性像を長年描き続けてきた東郷が、他方で素朴ながらも力強さを持つ造形にも関心を寄せていたことがわかります。タペストリーとは壁掛け式の織物のことで、ヨーロッパの伝統的な装飾芸術のジャンルの一つです。こちらの達尻は同じタイトルの油彩画の図案を元にしておられました。油彩画にとどまらず、彫刻、壁画、デザインなど様々なジャンルに挑戦した東郷の多彩な創作意欲を示す作例です。収蔵品コーナーではゴッホのひまわりを展示しています。故郷オランダからパリに出て印象派の様式を学んだ後、明るい光を求めてゴッホは南仏のアルルに移り住み、画家仲間との共同生活を夢見ます。そのために準備した黄色い家にゴーギャを迎えるため、部屋の装飾として描かれた一つがこのひまわりです。ひまわりの生命力を表現するため、黄色の鮮やかな色彩や厚塗りの筆色がこの新しい展示ケースの中でより間近にご覧いただけます。